世界遠征から帰国した20歳の浅尾美和が出場したビーチバレージャパンレディース2006。初戦ストレート勝ち。画面左の浅尾西堀ペアは2回戦、この大会2度準優勝のベテラン織田の高さに苦しめられます。しかし粘る浅尾西堀ペアはタイブレークで第1セットをもぎ取ると、第2セットも勢いに乗ってあっさりと連取。初日2連勝で初優勝へ絶好のスタートを切りました。まだタイトル取ったことないので、日本の大会で取りたいですね、竹さんと。はい、